それでは今日のゲームハイライトでご覧いただきましょう。まあ、勝負は前半と言ってもいいかもしれません。先頭打者ホームラン、初めて西川藤岡から打ちました。1点。その裏ですね、2アウト2塁で4番のデスパイネに回ってきましたが、先発の噂はここはサードゴロに仕留めました。得点を許しません。で、2回の表のこのビッグイニング、藤岡から近藤がタイムリー。まあ、矢端さん、左バッターに打たれるというところの藤岡ですね。そうですね、なのでインサイドにうまくボールが使えてないっていう感じでしたかね。西川に、ま、このレフト線のタイムリー、これで2点入ります。さらに右バッターの楊大寛ですが、2アウトランナー3塁2塁から、ここも追い込んでましたよね、2ストライク取って。そうですね、追い込んでからこの高めのカーブっていうのはちょっともったいなかったですよね。6対0。で、3回も藤岡マウンドでワンアウトランナー3塁2塁で、前進バックホーム体制のロッテの内野陣の頭の上を越えていきました。岡の2点タイムリー、8対0。流れがしたって、こうやっていい形で日本ハムに行ってますね、全てが。そうですね、今のもね、打ち取ってる当たりなんですけどもね。で、4回の表は楊大寛、センターへ強烈なライナー、これノーアウト3塁でピッチャーが金森に代わっていましたが犠牲フライ、これで9対0。で、5回です。先頭バッターの岡、これも初球でした。金森からホームランを打ちました。2桁得点10対0。もう点差開いてますから、積極的に打っていけますよね、日本ハムは。そうですね。で、ワンアウト満塁で中田が内野ゴロ、警察崩れの間に1点を取ります。11点目。さらに2アウトランナー3塁1塁の場面でハーミッター、ライトへタイムリー、12点目。で、上沢が失点したのが5回の裏です。ノーアウト2塁1塁でラストバッターの加藤、このタイムリーで12対1。その後ワンアウトランナー3塁2塁となって、2番の鈴木、レフトへの犠牲フライ、これで2点目です。10点差、12対2。6回の表も日本ハム点を取ります。2アウトランナー3塁2塁で楊大寛、ピッチャー香月に代わっていますがライトへのタイムリー、これで13対2。で、先発の上沢は8回まで投げました。で、ここまで先発メンバーでヒットが出ていなかった4番の中田、大谷から豪快な一発、これで14対2という今日のゲームでした。